こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。いつもご視聴ありがとうございます。アメリカのバイデン政権がウクライナに供与する戦車キラー50両の M2 ブラッドレー歩兵戦闘車が欧州に到着し、列車でポーランド国内をウクライナ国境へと向かっています。今日はこのことについてお話します。M2 ブラッドレーなどの機材は大西洋を渡ってオランダのフリシンゲン港に到着しました。この映像は1月23日に SNS にアップされました。フリシンゲン港に着岸したアメリカの自動車運搬船、リロイ・メンドンカです。1200両の軍用車両を積んでいるといいます。これらのすべての機材がウクライナに行くわけではありませんが、一部はウクライナに行くものとみられます。M2 ブラッドレー歩兵戦闘車です。船から降ろした機材を係員がタブレット端末でバーコードをチェックしていきます。こちらは1月23日に SNS にアップされました。ポーランドの鉄道会社の列車が M2 ブラッドレー歩兵戦闘車などを運んでいます。そのままウクライナ領内に入ってすでに訓練を受けたウクライナ軍将兵に引き渡されるのではないかと想像されますが、あるいはポーランド領内で操作法の追加の訓練があるのかもしれません。1月16日にアップされたこの映像では、ウクライナ軍兵士がすでにドイツ領内でブラッドレーの訓練を受けています。ヘルメットについたアクションカメラは、ウクライナに帰国してからビデオで教育を行うためのものと思われます。ボイス・オブ・アメリカによれば、湾岸戦争では敵戦車の撃破数は、なんと主力戦車の M1 エイブラムスよりも、こちらの M2 ブラッドレーの方が多いのだそうです。対戦車ミサイル2発を搭載しており、ミサイルの射程距離は3000メートル以上あり、ロシアの T80 戦車の 125mm 滑降砲の有効射程距離が 2000メートル以内とされているので、ロシア戦車の有効射程の外からロシア戦車を攻撃することができます。メンテナンス性の良い600馬力のディーゼルエンジンを積み、662リットルの燃料タンクで 402km 走ることができます。燃費は平らな整地された道でリッター 0.6km ほどです。速度は時速 61km だと製造元の BAE システムズは述べています。今日はここまでします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。